井上秀孝君。委員長。井上君。日本維新の会の井上です。それでは大臣の所信的発言に対する質疑ということで、あまり時間がありませんので早速入らさせていただきますけれども、まずはですね、今日も何名かの委員の先生方から GoTo トラベルの話がありましたけれども、GoTo トラベルについて、お聞きをさせていただきたいと思いますが、まずGoTo トラベルは本来宿泊代金については 35% 割引であるはずが、一部ですね、オンライン予約サイトの割引の上限3500円に今されたということを私も11月1日のニュースで知ったんですけれども、大臣は 35% 割引が継続できるよう即座に観光庁に対策を講じるように当時指示されたというふうにお聞きをしています。ちょっと勉強不足なところもあるんでご教示いただきたいのですが、まずもともとの予算の配分の仕組みというのがどのようになっていたかのお伺いしたい、これがまず1点、ちょっとまとめて、時間もありませんので聞かせていただきますけれども、で2つ目は、大臣の指示を受け、特定地域への集中を避けるために、設定されていた地域別の予算枠というのが、撤廃をされました、先月の16日に、大臣が記者会見でされたということですが、もともとこのキャンペーンは、地域的に広くお金を配り、小さな旅行業者も対象にするため、予算が割り当て制だったというふうに思ってますが、地域別の予算枠が撤廃されたことにより、今後、一部地域への隔たり、偏りが出てくるのではと懸念がありますが、その点についての大臣の見識とですね、大変ちょっとまとめて大臣、すいませんが、あと事業者に対する予算配分についてはですね、GoTo トラベルの申し込みは、オンライントラベルエージェント、OTA に偏っております。で対面手続きを取る事業者というのが、やっぱり不利ではないかという、懸念がありますが、そのような申し込み形態別の利用実績の、データみたいなのがもしあったらですね、お教えいただきたいのと、その OTA とそれから対面手続きを取る事業者の間でのですね、公平性、公正性というのを確保するために、どのような予算配分を行っているのか、またOTA の予算が足りなくなった場合ですね、追加配分なんかは考えておられるのか、ちょっと大変多くなりましたけど、大臣、もしよければご答弁いただければと思います。観光庁の方で答弁できますでしょうか。事実的なのは長官でも結構です。はい、観光庁長官。まず予算配分の考え方に関しまして、申し上げます。GoTo トラベル事業におきましては、すべての参加登録事業者に販売可能な予算枠をあらかじめお知らせする必要があるために、各社からご提出いただいた販売計画をもとに、予算を配分いたしました。その後でございますけれども、今委員のお話にありましたように、9月から10月に大手予約サイトを中心に、予約が好調に伸びまして、当初配分した予算が不足する状況となったために、大手予約サイトに限らず、中小事業者も含めたすべての事業者に対し、販売状況を丁寧に聞き取りながら、随時必要な予算を追加して配分しているところでございます。引き続き中小事業者の皆様のご意見をよく伺いしながら、事業のより良い運用ができるように実現したいと思っております。あと予算の地域枠のお話もございました。また当初、やはり特定の地域に過度な偏りが生じないよう、予算を配分する際に、地域ごとの枠を設定しておりましたが、中小事業者を含む多くの事業者から、利用者のニーズに沿って、さまざまな商品を柔軟に販売したいとのご要望をいただいたために、予算の地域的な制約を撤廃することといたしましたが、一方で、特定の地域に過度な偏りが生じないよう、事業の効果を全国に及ぼすということは引き続き重要なことと考えておりますので、地域ごとの予算の執行状況について丁寧に把握しながら、例えば災害の被災地については、特別な配慮をするなど、必要に応じまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。あと手元にありますのは、それぞれの OTA とか、現行の大手とかの数字でございますが、これ、裸の数字になっておりますので、これをここでこのまま申し上げるのは、ちょっと控えさせていただきたいと思いますが、あとで先生の方に、このパーセンテージにしたもの等々で、全体の姿が見えるような形でのご報告を差し上げたいと思います。井上君。OTA の予算が今度、再度ですね、足りなくなった場合っていうのは、再度追加配分は、これは大臣に聞いたほうがいいのかな。はい、長官。
官房長官。はい、OTA も含めまして、大手もそうなんですけども、中小も含めて、それぞれの事業者様におきます、今の、売上、そういったものについて今後の販売計画、そういったものを踏まえた上で、そういったものについて支障が生じないような形での対応というものを取っていきたいということで、そういった方針で臨んでいるところでございます。井上君。だから追加はあり得るということやね。担当直入にそう答えてもらっても結構なんで、分かりました。当初はちょっと大臣に聞こうかなと思ったんですけど、ちょっとテクニカルだったんで、長官でも結構ですんで、いずれにしても GoTo トラベルですね、いろんな声もありますけれども、今確かに感染者がですね、陽性者ですね、非常に増えているという中で、またそれぞれの旅行に行かれる方もまたそれぞれで慎重にご判断いただけたらというふうにも思いますし、一方で GoTo トラベルの意義ですね、自体は決して我々は否定するものではないというふうに思ってますので、いずれにしてもですね、しっかりとこの GoTo トラベルを含めて、実際感染がですね、増えているという事象はこの GoTo トラベルを利用されている方の中ではないというお話も聞いて、ないというか少ないという話も聞いてますので、その辺、旅行に行きたいと思う方々のそして、気持ちとですね、それからまた受け入れる側のホテルや宿ですね含めた、対応する側の環境というのもですね、しっかりと整えていただいて、万全に行っていただけたらというふうに思います。事業がこの GoTo 始まってですね、1ヶ月遅れで地域共通クーポン券というのが始まりまして、この GoTo トラベルの地域共通クーポンについて伺わせていただきたいと思いますが、まず発行方法ですが、クーポンは事業者によって紙のクーポンか電子クーポンに分かれると。で、電子クーポンは取り扱い店舗が少ないので、ちょっと使いづらいというふうにお聞きをしています。で、その実態について観光庁はどのように把握しているのか、今後何らかの対応を取る予定はあるのか、長官よろしいでしょうか。官房長官。お答え申し上げます。地域共通クーポン取扱店舗につきましては、11月15日現在で登録店舗数が34万店舗、そのうち電子クーポンを取り扱う店舗につきましても17万店舗と順調に店舗数が拡大してきているものと承知しているところでございます。電子クーポンは店舗側で電子クーポンの読み取りのために特段の設備は必要でなく、換金精算にあたりましても紙クーポンと異なりまして、半券の郵送等の手続きが不要であることなど、店舗側のメリットも大きいと考えております。こうした点も含めまして、地域の各店舗に丁寧にご説明し、取扱店舗数を増やしてまいりたいと考えているところでございます。委員長。井上君。はい、ぜひ取扱店舗をですね、増やしていただく不断の努力というのをお願いしたいなというふうに思いますが、このクーポンですね、旅行先の周辺地域にある取扱店舗であれば、コンビニなどの全国展開している店舗でも使用できるということであります。で、ちょっと違和感を覚える声も、よく聞きます。そもそも GoTo トラベルは地域の観光産業支援という考え方で開始されたということを踏まえれば、厳しい経営環境に直面する地域のお土産屋さんや、飲食店などの使用というのが望ましいように思います。で、全国展開しているコンビニさんもですね、もちろんそれぞれフランチャイズでそれぞれの地域の産業だとか商業に寄与されておられるんで、決して完全に意思がですね、我々の言っている趣旨がですね、ずれているというふうには決しては思わないんですけれども、その辺の制度の趣旨にですね、反するという声に対して大臣どのように思っておられるかお聞かせいただけますか。赤羽国土交通大臣。言わんとすることもよく理解はできるんですが、どの観光地に行っても今やコンビニはありますし、そのコンビニというのは多くがもともとその地域で、酒屋さんをやってたところとか、パン屋さんやってたところとかという人が大半です。で、これは観光地のまた地方経済を支えるということで始めたわけであって、その観光地域で
それがコンビニで使われようが、他の外食で使われようが、そこをなかなか線を引くのが現実的に難しい、コンビニはダメだとかですね、あとちょっとこの前記者会見でユニクロも入ってまして、ユニクロおかしいんじゃないかって、まあ、確かに言わんとすること分かりますけど、ユニクロどうやって排除するのかっていう話もありますし、地方から来た人が銀座のユニクロで買い物したいって言ったときに、それは認めないということはどうなのかという、まあ、ちょっと議論がありまして、なかなかそこはこの事務局でですね、そうした意味での制限はまあかけない方がよかろうということで、とりあえずこうさせていただきました。委員長、井上君。はい、大臣ありがとうございます。まあ、本当に大臣のおっしゃってるのもよく分かりますので、まあ、そういう意味での、まあ、多分そういう声が上がった時のきっちりとした説明、今の大臣のお話を聞いて、多分大方の方は納得していただけると思うので、まあ、そういった声も含めてですね、しっかりと説明をしていただけたらというふうに思います。で、先ほど大臣もおっしゃったように、決してその地域地域に行って、まあ、どういう、まあ、取り扱い店舗でですね、きっちりと使っていただくということは、その地域の、まあ、産業振興や商業振興に、まあ、必ず寄与するわけですので、まあ、その辺は、まあ、おおらかといいますかね、そういう考え方もまあ大事なのかなというふうに思います。次にですね、まあ、先ほど、ありましたけれども、この GoTo トラベルの事業の延長についてですね、まあ、ちょっと聞かせていただきたいと思います。10月30日に開かれた本会議の各党代表質問で、まあ、参議院の、大臣 の、 公明党の山口代表から GoTo トラベルの事業延長についてという要望があったと。で、菅総理もですね、感染状況や予算などの状況を見て、まあ、検討するという発言がありました。で、現在 GoTo トラベルの利用実績は伸びていたようですが、まあ、ここ最近、再度ですね、まあ、第3波と言われているような感染者がやはり急増してきています。で、キャンセルする方もまあ増えている傾向にあるというふうにもお聞きしています。で、先日、ある新聞社がですね、14日15日両日で GoTo トラベルの期間延長について、全国の予兆を、まあ、しておられましたけれども、賛成がまあ37、反対が51というふうにまあなってたと。でも 年代別やまあ地域別の差はもちろんありますけれども、新型コロナウイルス感染流行のこの第3波に緊張感というのが非常に高まってきているというのは現実かなというふうには思いますが、まあ、放置をすれば冬に向けて急速な拡大が懸念をされて、移動や営業の再自粛が現実味を帯びる中、まあ、この事業の延長するかどうか、まあ、もちろん片方だけの議論にはいかないというふうに思っています。すべて止まることでですね、経済活動が止まって、また違う被害とかですね、また別の被害がやっぱり発生するということも、避けていくことも考えないといけないんで、一概にまあ片面だけを我々は申し上げて議論するつもりはありませんけれども、まあ、改めてこの事業の延長をですね、どのようにお考えか、大臣お聞かせいただけますでしょうか。赤羽国土交通大臣。私の決意というか、この GoTo トラベル事業を始めるときに、当然この先ほど ご紹介いただいた世論調査よりもっとひどい状況の中でスタートしたわけですね。で、当然移動の中で感染率が高まるんじゃないかということは、相当の評論家の方もずいぶんテレビで言われたりとかして、私は国民の命より業界を大事にするのかみたいなことをずいぶん言われて、もう非常に何というかな、何とも言えないような思いだったんですが、しかし私はですね、この壮大なこの GoTo トラベル事業をやるにあたって、これをやって感染拡大、クラスターは絶対に出さないんだと。で、それはまず私が責任者としての決意ですし、またここに参加をしていただいている旅行事業者、宿泊事業者も、すべて同じ気持ちで参加してくれなければ、参加してもらわなくて構わないと。感染拡大防止を徹底できないところ、事業者は参加する資格はないということは、それは観光庁にも徹底して申し上げました。ですから、そこに入れなかった方たちもいらっしゃるかもしれませんが、それはやむを得ないと思います。で、これはもう、加えて利用者の皆さんに対しても、多分本人確認とか、従来の旅行から言うと相当煩わしい。で、ホテル、旅館で多分カラオケなんかもほとんどクローズになっておりますし、相当今までとは違うんですけども、これはウィズコロナ時代の新たな旅のスタイルだということで、協力をお願いして、そしてこれ、
大変大きな事業ですけど、この結果ですね、振り返ったらやっぱり旅の移動は感染拡大にはそういう意味では直結しなかったと、こう言っていただけるようにするのが我々の戦いだというふうに思っております。まあ、そうしたことで、ですからこの延長云々ということはまだ分かりませんけど、するにあたってはその精神というか思いとか約束事は当然守っていくという、感染拡大防止は大前提だというふうに思っています。で、他方でですね、まあ、世論調査でいろいろな数字が出るのはよく承知してますが、私もこの間できるだけ地方に行って観光地の皆さんと懇談をさせていただいておりますが、これやっぱびっくりするぐらいですね、昨日も一昨日も釧路の阿寒湖のところで観光事業者の方々と話しましたが、 GoTo トラベル事業がなければもう廃業すら考えざるを得ない深刻な状況であったとか、また現実にこの事業の終了予定日以降、2月以降はほとんど事業が入っておらず、まあ、激変緩和のための措置を取りつつも事業の延長をお願いしたいと、こういった声を聞くんですね、どこに行っても。まあ、それぐらい驚きに、私も改めて驚いておりますが、まあ、そうした声も大事にしながらしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っております。委員長。井上君。はい、大臣ありがとうございます。まあ、大臣のおっしゃるように、本当に当初ですね、まあ、特に、まあ、全業界ですね、今日本国内の全業界非常にやっぱりしんどいことに結局はなってるんですけれども、当時特に旅行業界だとか観光業界というのの打撃というのは非常に大きくてですね、今でも外国人の方なんかは当然インバウンド来てませんし、本当にまあ厳しい状況だったと。でその中でこの GoTo トラベルというのをこうまあスタートをさせていくことによってですね、まあ、大臣が言われるように感染対策というのをですね、まあ、これも可能な限りだと思うんですけれども、やっぱりまあしっかりと考えうる対策というのをですね、しっかりと打った上で、まあ、GoTo トラベルというのをまあスタートさせてきたという経過があると思います。で、先ほども少し触れましたけど、まあ、感染者が決してその GoTo トラベルによって爆発的に増えているというわけではないというまあ数字も出てますし、その辺は我々も理解をしています。で、一方でまあ感染ということがやっぱり増えてくると、まあ、この世論調査にもあったような、やっぱり心配懸念される声というのはまあ必然的に高まってきますので、まあ、これはでも国民一人一人ですね、本当にどちらが答えとして正しいのかというのを、まあ、なかなか判断する材料というのがなかなかまあない中で、非常に難しい、判断どころだと思うんですね。でもまあそれをまあ言ってですね、まあ、このように、継続して、まあ、今現時点でですね、まあ、やるということは我々もしっかりとですね理解をしたいと思いますし、でそのために、まあ、今後もその感染対策をですねきっちりとやっていただいて、で、まあ、これは国交委員会の所管だけではないですけど、やはり、まあ、農水さんがやっているその GoTo Eat ですかね、やはり、まあ、マスクを外して食事をする機会がまあ増える、そういった問題もこれから本当に、まあ、それはそれでまたそれぞれ農水でもまた議論があるかとは思いますけれども、まあ、そういった複合的ないろんなまあ要因もありますので、それを複合的にまた対策していくということが非常に大事かなというふうに思いますので、まあ、今後もですねしっかりと対策をやっていきながらですね、で本当に各業界、それからまた GoTo トラベルに関してはやっぱり旅行に行きたいというまあ国民のですねそういう思いもなんとか遂げれるようにですね、まあみんなで頑張っていくしかないかなというふうに改めて思います。でもう時間もなくなってきたんで、まあ最後にですね、まあ、観光庁に長官にお伺いしたいんですけれども、まあ、菅総理より9月に開かれた観光戦略実行推進会議において、観光需要を回復するために必要となる政策プランというのを観光庁を中心に、まあ、年末までにまあ策定するというふうに指示があったというふうにお聞きをしています。具体的には観光は文化施設や国立公園を含め多くの役所も関係する政策で、まあ、省庁横断的に前例にとらわれずですね、政府一体となって取り組んでほしいとありますが、まあ、現時点での検討状況と政策プランについてはお伺いしたいと思います。賀茂長官。お答え申し上げます。観光は我が国の成長戦略の柱、地方創生の切り札であり、感染拡大防止の徹底に継続的に取り組み、観光振興との両立を実現する必要があることから、GoTo トラベル事業によりまして、ウィズコロナ時代における新たな安全安心の旅行のスタイルの普及定着を目指しつつ、国内旅行の需要を強力に喚起しているところでございます。今後の観光需要の持続的な回復に向けましては、
感染拡大防止策を講じながら、ワーケーションをはじめとした新たな旅のスタイルの普及等による旅行市場の拡大やインバウンドの回復までの期間を活用し、魅力的な滞在コンテンツの造成支援や宿泊施設の高付加価値化等への支援、また多言語対応などの訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備等に取り組むことが必要でございます。昨日の観光戦略実行推進会議での菅総理からのご指示も踏まえ、こうしたテーマを含め当面の観光需要を回復するための政策プランを次回の会議での取りまとめに向けまして関係省庁と連携し作業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。どうもありがとうございました。次に古川